はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども KC カップで活躍したデッキ特集第2つ目でございますね。今回は DD デッキ紹介していきたいなと思います。でこの DD デッキどういった風なまあ成績を残したかっていうと、銀アイコンはちょっと届いてなかったような気がします。ただアスパラさんっていう方がですね、初日などに使いまして、トップ10以内に入っていたみたいな感じでございますね。初日の夜に、世界8位みたいな感じでございました。でまあ、DD っていうのはなかなかマークはされてなかったんですけれども、まあ、からくりが苦手なね、大型打点を何体かどんどんどんと並べることができるという風なデッキであります。なので、ポテンシャルはすごく高いと。ただ僕もちょっと DD が好きである程度煮詰めていたんですけど、クリストロンが苦手だなと思ったんですよ。そこをどうやって解決したかっていうと、こいつですね、デスカリバーナイトでございます。このデスカリバーナイトっていうのはモンスターの効果が、発動した時にこいつリリースして発動で、その発動を無効にして破壊するっていう風なカードなんですよ。なんで先行だったらデモンズチェーンとかも強かったりするんですが、後攻だった時に、アメトリクスに作られちゃって、一人からアメトリクス作られちゃっていなされたりとかするんですよ。でそこを解決できるのがデスカリバーナイトかなっていう風に思います。なんでこいつがいい感じの防御札になるので、その点が他の方と違ってちょっとスパイスがあってよかったかなと思います。でもちろんクリストロン以外にも例えばデスペラードだったりだとか、まあその辺とかにも効果的だし、このデスカリバーナイトはかなりいい、カードじゃないかなと思います。で、このデッキを回す上で実は結構面白い動きとかがあったりするんですよ。例えばあまり見ないカードで言うとこのバーミリオンとかが入ったりとかするんですよね。なんでこういうカードとかをどういう風に使って勝っていくのかっていうところとかも話していきたいなっていう風には思っております。じゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあですね、ちょっとリプレイとかランクマとか行く前にちょっと2つだけ動き解説しておきたいなーっていうのがあって、それを先にパワポを使って話していきたいと思います。まずクリストロン相手にデスカリがなんで強いかってところなんですけど、まあよくあるのは相手が先行取ってシトリースモーガーで返してきて、で墓地にリサイクラーだったりウンディーネだったりいる時あるじゃないですか。じゃああの時に、じゃあ例えばせやな、ハンドがまあこんな感じのハンドとかだったと、じゃあしますと、こういうのとかあるじゃないですか。まあこれが2枚とかでもいいか。じゃあこんな感じのハンドだったとするじゃないですか。じゃあスワラルモツク効果使ってペンドラゴンと一緒に墓地に送ってですね、 DDD 黒竜をベオルフとか例えば作ったとするでしょ。でこの後に墓地のスワラルモツク除外して、でペンドラゴンとかこうやってポンってダストするじゃないですか、例えばね。例えばでデスカリバーナイトポンって出すとするじゃないですか。これで19打点、3000打点、26打点ね。でこの状態で例えばスキル粉砕使えば36と、ここが32かになるんですよ。この状態でデスカリバーナイトで1人に攻撃しに行きます。1人に攻撃としに行きます。じゃあ1人モンスター効果って言ってアメトリクスになろうとするんですけど、そのタイミングでデスカリバーナイト効果発動です。自身リリースして、効果無効にして破壊なんで、こいつがどっか飛んでいきますと。じゃああとはスモーガーと、しか場に残ってなくてベオルフとペンドラゴンがいる状態で殴って殴って貫通込みで勝ちみたいな感じになります。まあ、これがデスカリバーナイトがクリストロン相手に強いよっていうところがまあ一つでしょ。まずこれが、話したかったこと一つ目でございます。でもう一つはちょっとね、よし、イメージしづらかった、さっきのバーミリオンの話がちょっとイメージしづらかったかもしれないんで、そこをちょっと話していこうと思うんですけど、例えばそうやな、まあこんな感じのハンドだったとするじゃないですか。でこのハンドの時にどう動いていくかっていうと、まずスワラルモツク効果って言ってペンドラゴンと一緒にこいつ墓地に送って、今度テムジン出すんですよ。こいつ星6ですね、テムジンっていうのは。で墓地のスワラルモツク効果って言って除外したら手札から特殊召喚できるんですけど、これでナイトハウリング出すんですよ。でナイトハウリング出して、そうするとあの特殊召喚に成功した時に DD モンスターがテムジン効果で墓地から DD 釣ってこれるんで、こうやってペンドラゴン出すんですよ。ここまで大丈夫ですよね。でこの後このテムジンとナイトハーリングって星合計9なんで、この2体を墓地に送ってドラッコンバーミリオン出せるんですよ。でドラッカーオンバーミリオン効果で1枚、チューナー除外して1枚破壊で、さらにペンドラゴン効果発動をチュポーン墓地に送って1枚、魔法トラップ破壊で、さらに墓地のチュポーン効果発動、自身と DDD を取り除いて、はい、除外して
DDD 黒竜王、ベオウルフ王、特殊召喚。こんな感じで、ペンドラゴン、バーミリオン、ベオウルフみたいな感じの盤面も作ることができるんですよね。今の動き、俺ちょっと教えてもらうまで、アスパラさんに教えてもらうまで知らなかったってか思いつかなかったんだけど、あ、そんな感じで、バーミリオン使うんだっていうのは結構勉強になったんですよね。で、それを使えるようになってから結構勝率とか、まあ、あ、ここバーミリオンの方がいいなみたいな時とかっていうのが、自分の中であって、で、それやったら、あ、こっちの方がいいじゃんとかっていうのが結構あったからさ、まあ、その、今言ったデスカリバーナイトが強いっていうところと、バーミリオンが実は使いやすいよっていうところと、この2つをちょっと紹介してから、リプレイとか行こうかなっていうふうには思いました。じゃあ早速ね、リプレイとランクマやっていきたいと思います。はい、ではまずはやっていきたいと思います。バーミリオンね、どういうふうに使っていくねみたいなところっていうのが気になると思うので、まずはその試合をやっていきたいなと思います。で、相手はカラクリで先行展開してくる感じでございます。ただブレイクナムザンで止まって後ろ3不正みたいな感じでございますね。まあ、こういう時は基本的には多分俺はイナシチサーチして3不正の方がいいんちゃうかな、リソース伸びないしとかって思ったりもするんやけどね。で、まず地獄門の契約書でテュポンを取ってきます。で、DD スワラルモツク効果発動で、手札からですね、自身リリースすることによって自身と、何かもう一つ DD モンスターを巻き込んで融合召喚することができます。これで出していくのが DDD 黒竜をベオウルフでございますね。で、この後にモンスター通常召喚ナイトハウリングを特殊召喚で、通常召喚でございます。で、ナイトハウリングは通常召喚成功時に、墓地の DD モンスター1体を、蘇生することができるんですよ。ただそれで蘇生しちゃうと、この効果の発動後ターン終了時まで自分は悪魔族モンスター、つまり DD 系ですね、しか特殊召喚できなくなるんですけれども、で、それをハタゴクラで無効にされてしまいますと。で、無効にされたのは OK ですと。で、この後マシオの契約書を使っていきます。マシオの契約書を使ってテュポンとスワラルモツク、素材にして DDD 劣化をテムジンを出します。で、さらにテムジンとナイトハウリング、これで星6と星3ですね。これで、星9のシンクロドラゴンバーミリオンを特殊召喚していきます。あれ、悪魔族しか出せないんじゃないのってところなんですけど、ハタゴクラで無効にされちゃってるから、今回は、バーミリオンを出せるみたいな感じになるんですよね。で、まずバーミリオン効果で1枚破壊しようとするタイミングでデモンズチェーンを使われてしまいます。で、この後墓地に落ちたテュポーンの効果発動。テュポーンっていうのは墓地に落ちたターン、このターン中だったら、墓地からですね、自身と DDD 取り除いて、DDD 黒竜ベオルフを出すことができます。これでベオルフ、ベオルフ、バーミリオンみたいな布陣になってきたという風な感じですね。これで後ろを踏み越えていくっていうのが今回の、DD の、まあ、コンセプトになります。で、相手が次トップカードセットして殴ってきますと。はい、では次やっていきましょう。はい、で、地獄門の契約書とマシオの契約書でバーンダメージが入っていってしまいます。じゃあこのターンに決めに行きたいので、ナイトハウリングを取ってきます。で、ナイトハウリングポンって出して、黒竜をペンドラゴン出していきます。で、ペンドラゴンは効果があって手札を1枚捨てます。1枚捨てたら自身の攻撃力500上がります。で、500上がったら、魔法トラップカード1枚を破壊できます。それで、デモンズチェーンを破壊していきます。で、アレクサンダー出していってから、はい、これで後ろ触っていきます。で、さらに2体の DDD 黒竜ベオルフを取り除いて除外して融合召喚 DDD 新択をダルクといった風な感じになります。こういう風にですね、マシン王の契約書っていうのは、フィールドもしくは手札から墓地に送って融合素材にする、もしくは墓地のカード除外して融合素材にするっていうことができるんですよね。これでさらに、まあ不要だったんですけれども、粉砕をかけて殴っていけば、これでまあアスカロンとかも突破できちゃうみたいな感じになります。というのがブンブンブン回るですね、DDD となります。さあ、やっていきますか。なんとメンハンだよなこれ。ローズウィップで3-2の5シンクロ。5ってなんや、5って何、アルマデス、アメトリックス。へえ、アメトリクス1伏せは弱いな。これは弱い。OK。ドロー。ラグがあるね。ラグがあるなら。ラグがあるなら。
あー、難しくはない。どうなんだ、テムジン出して、いやテムジンダルク、いやテムジンだな、テムジン出してモツク2体でテムジンになるじゃないですか、こういうのって。まずはでモツク効果で、これがなんか出持ちなのかな、どうなのかな。まあモツク効果で、でナイトハウリング出して、でテムジン効果でモツク出すじゃないですか。このモツクはあの墓地から、あーごめんなさい、墓地からじゃなくて、このフィールドから融合素材にしたかったんですよ。そうした方が節約できるから、リソースを。でここでバーミリオン作って、でバーミリオンでもう後ろ触りに行って、まあ別にその大した札じゃないと思うんだけどな。イージーチューニング、オッケー。別に500やんね、400か、こういう記録弱っ。それは全然大丈夫や。でマシン王の契約書使って、マシン王の契約書効果発動で、こことこれでベオルフ、こうすると墓地にモツクを置いた状態にできるんだよね。でデスカリバーナイト出して、で粉砕でいこうか。でバトル、まずこっちから殴ろう。オッケー、何もない何もない。オッケー、クリボールとかカイトとかあってもデスカリバーナイトあるんで勝ち。まああんな感じでね、踏み越えていけるから、まあバーミリオンはすごくいいかなとは思います。使っててかなり使いやすかったっす。じゃあこの調子でもう一丁いってみますか。まあ多分俺も DD だけでこの構築で30、40試合ぐらい、40試合盛りすぎかな、でも30試合ぐらいはやったような気するんだよね。かなりもう動かし方は慣れてきてるから、このままポンポンポンといきますか。あと2000ぐらいやろうかな、収録時間的に。 OK、 ここ完璧完璧や、完璧。闇遊戯デッキわかんない。あー、さっきと似たようなハンドヤが、さっきと似たようなハンドヤが、違いはちょっと手数が、え、これあれじゃない、ドラグじゃない、あ勝ったんちゃう、それやったら、やったら同じような感じでいきますか、同じような感じでいくか。じゃあこうしてこうでしょ、テムジン出して、んでスワラルモツクからのこうして、でテムジン効果でナイトハウリング蘇生でバーミリオン作って、バーミリオン作った後によいしょ、マシン王の契約書、ボール1枚貫通でいこう、こいつとこいつやね。これでナイトハウリング墓地かけ2だから、あれの弾があるね、バーミリオン弾がある状態と。でこっちから殴る、あボールあるっすね。まあ、まずここへ殴ってから、はい攻撃、ボールあるんちゃう、ボールは投げる、ボール投げる、ボール投げる、オッケー。これね、今のボール2枚貫通っちゃ貫通なんかな、いや本当は1枚、デスカリバーナイトに1枚はボール当てないといけないから、やっぱあれじゃない、モンスター効果とか封じるんだったらデスカリバーナイトめちゃくちゃ強いわ。うん、まあなんかダブル弱いなーって思う時とかがたまにあったから、3じゃなくてもその KC とかだったらクリストロンとかが多いから、割と俺3でもいいかなーと思ったりするんだけど、ランク前やったら、まあ多いのってブラマジとか、ブルーアイズとか、モノノベ、モノノベちゃう知らぬいじゃないですか。まあ知らぬい相手には強いんだけど、ブラマジとかブルーアイズとか相手にだったら、デスカリマーナイトちょっと減らしてもいいかもしんない。その分バック干渉とかにした方がランクまでだったらいいかもしんないっす。 OK、 最後じゃあ1戦ぐらいやっていきますか。バランス、あーこのあれね、これはブラマジ読みで動くんですよ。でブラマジ読みで動くときは、まあ、どうやって動くかっていうと、せやな、3作って4作って、ベオベオしたいんすよ。ベオベオでいっか。こうして、
てベオルフ出してこうやってね、でもう一発マシオの契約書打ってベオベオでいいと思う。で墓地のモンスター2体取り除いてベオルフを融合召喚と、でターンエンド。こうすると相手はまあ陣ナビゲで1体しかベオルフ飛ばせないから要求値がちょっと高めになるはず。マジシャンズロット OK、 マジシャンズロット OK、 マジシャンズロット OK、 黒の魔導陣 OK。 ナビゲ陣ナビゲ隕石はさすがに無理よ。っていうか陣ナビゲ隕石なんてこんな DD じゃなかったとしてもほぼほぼの環境外テーマ無理やから、陣ナビゲ隕石はタイヤリアは。でも逆に言うとこれ相手ブラフとか効かんからさ、このベオベオに対してこれ向こうが逆にタイヤリまであるんじゃない、じゃあタイヤリじゃ負けでいいですまであるんじゃない。ほらもうめっちゃ迷ってんもん。魔導陣手札に加わったでしょ、で2枚伏せるかどうかですよ。これもかなりきついでしょ。バランスでしょ。コズミックサイクロンマジ、え、いきなり打ってきた。やめて。何え、なんで今そこで打ったの。怖いんだけど。オッケー、まあいいわ。ドロー。ああ、もつくいっぱい来た。オッケー、ドロフェイ。はい。ナビゲ打ってくる。いいよ。ナビゲはいいよ。で、ナビゲで1体飛ばす。それはいいよ。ほんでや。ブラックマジシャンが出てくる。はい、守備オッケー。守備オッケー。これは幸福のポーズやね。その守備は。まだラグってんで。え？後ろ飛ばした方が良くない？さすがに。1枚、手札陣でしょ？ 1 枚陣でしょ？飛ばすか。これ何か分かんないけど。やばいの来た！もう！やばい。どっち表、表、こういうの大体俺表にすね。はい、勝ち！こういうの後悔したくないからね。俺いつも表にしてるんだ。で粉砕したらどうなる。とりあえず粉砕するか。粉砕してから考えるか。 OK3436、 3436、とりあえずここ殴ってみよう。はい、 OK13、 じゃあここ殴ったら勝ち。対戦ありがとうございました。危ない。ヘッドジャッジングずるじゃん。はい、いかがだったでしょうか。まあこんな感じでね、まあ DD は回していくことができます。で、対面によってベオルフ作った方が良かったり、あとバーミリオン作りに行った方が良かったりっていうのもできるし、クリボールケアだったりだとかそういうので、デスカリバーナイトが強かったりっていうのをするのがまあ伝わればいいなっていうふうには思います。では今日紹介させていただいたのはね、アスパラさんがKC カップで使われて初日で8位まで、入られたですね、 DD デッキでございました。参考になったらぜひとも高評価よろしくお願いします。で、うちのチャンネルではね、一応 KC 特集みたいな感じで、KC で流行ったデッキなどについてね、こういう風に紹介などもしていきたいと思いますので、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。